健一です。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回の動画もですね、いつもの道を走っております。でこの道でですね、やってみたいこと、次が最後ですね。まあ燃費のことにはなりますけども、今回はですね、イーコンをオンにした状態で普段走っているので、まあ、イーコンをオンにして走ってですね、で山道の下りを S モードで走る、まあ、それでですね、燃費の方がどんな感じになるのかなっていうのを見ていこうと思います。オデッセイの動画はこの道がずっと続いていたんですけども、まあ、この道はですね、走るのは今回が最後にしたいと思います。まだですね、エアコンをつけた時のイーコンオンオフなんかも見ていけると面白いんかなとは思うんですけども、とりあえずはですね、今回イーコンオンで走れるところまで走ってみて、山道の下りをですね S モードで走った時の燃費を見ていけたらそれでいいのかなと思ってるんで、今回の動画もお付き合いいただけると嬉しく思います。でこの日はですね、最高に天気が良かったんですけども、この近くにですね、キャンプ場というかバーベキュー場みたいなところがあって、そこの隣を通ったらですね、まあ人がいっぱいでしたね。もうやっぱり自粛ムードが少しずつ溶けつつあって、自分のやりたいこととかですね、好きな時間を少しずつ過ごせるっていうことをですね、取り戻しつつあるんだなと思いました。オデッセイハイブリッドで燃費を出すときっていうのはやっぱり下りが肝になってくるので、下りをどういう風に走るのかで燃費の出方っていうのは結構変わってくると思います。そこでですね、こういうところはイーコンでしっかりと、まあ、燃費走行とまではいかないですけども、燃費重視で走ってみてですね、で下りの方を、まあ、S モードでなるべく回生ブレーキを効かせながら、でまあ疑似エンジンブレーキっていうんですかね、それを併用しながら降りていってみた時の燃費がどうなのかっていうところですね。まあ10キロ程度の走行なので、まあ、最初のバッテリーの充電量とか、まあ、今回ちょっと車の量が多くて流れ早めだったので、それに合わせて走っていたというのもあるので、若干燃費的には良くないのかなっていうところもありますね。あの今までと比べてっていうところでですね、この時はですね、意外と速い速度で走ってたのかなと思ってたんですけども、動画の編集で見てみるとですね、まあ、大体いつもと同じペースで走れてたかなと思います。まあ、後ろにですね、ずっとワンボックスがいてて、これまでの動画と比べたら少し早めのペースだったのかもしれませんけども、ほぼいつもと変わらないペースで走れたのかなと思ってます。ここからはですね、もう速度があまり出せませんので、速い車が来たらさっさと譲ってしまいます。この日ももちろんですね、エアコンはつけない状態で走っています。まだ午前中のうちはですね、そこまで暑くなかったので、エアコンをつけなかったとしてもですね、窓を閉めている状態でも暑くてたまらないっていうことはありませんでした。
上りの最終部でですね、EV スイッチをオンにして、強制的に EV モードにして、坂を上り切って充電を減らした状態でですね、S モードにして下りを降りていこうと思います。オンにしたままここからですね下りになるので S に入れます。 S に入れるとですねこの時点からエンジンが回っています。前の S モードの時でも言ったんですけども、やっぱりこういう風に下りが結構きつめで、まあ、カーブが多いところを走るところは時はですね S モードにしてる方が回生ブレーキがしっかり効くので楽です。してでもエンジンは止まるみたいですね。今ずっと止まってますもんね。前回 S モードでこの道を降りていった時はもう少しエンジンが回っているかなと感じたんですけども、今回はですねほとんどエンジンが回ることがなくですね、 S モードにしててもしっかりと回生ブレーキを D よりも効かせた状態で降りていってるっていう状態ですね。ですので時折アクセルを踏んで速度を出してあげないと逆に回生ブレーキが効きすぎて速度が落ちてしまうっていう感じになります。まあでもところどころでアクセルを開けてあげてですね放電してあげる方がまあいいのかなとは思うんですけども、まあ、放電することによってまた回生ブレーキをしっかりと使って降りていくっていうことができると思うんで、まあ、もしかしたらこちらの方が効率いいのかなとこの時点では思っていました。今回はこの辺りでですね前方に車がいるっていう状態になっていますので、ペースが若干ゆっくりめになってますね。まあ、ただバッテリーの方が満充電になっているのでそれほど影響はないと思うのですが、ペースがゆっくりの方が燃費は伸びやすいですね。山の中を走ってて思うんですけども、この時期はですね空が完璧に青空だと緑が生えてですね本当に美しいです。早くこういうところにですねいろんな日本の場所に行ってですねすごくドライブを楽しみたいなと思います。まだなかなか他府県に行けないっていうのがですね残念だなと思ってしまいますよね。ここで一旦 D モードに戻します。そこまで下りはきつくないのかなっていう感じなので、ここからは D でいけるかな。いやーやっぱり S かな。ちょっと D と S 合わせていきます。
あと高速道路のですね燃費、イーコンオンオフ、アイスモードを使った燃費なんかいろいろあると思うんですけども、そちらの方の検証もですねやってみたいなと思ってるんですけども、少しですね時間をいただけるとありがたいなと思います。この高速道路での燃費どれぐらい出るのかなっていうのもやってみたいとは思うんで、少し時間をいただけると嬉しく思います。暖かい時期になってくるとエアコンをオンにする機会が増えてくると思うんですけども、オデッセイハイブリッドはですねエアコンをオンにした状態で走っていても燃費はそこそこ伸びていくかなと思います。ガソリン車と比べたらそこまで燃費は落ちないのかなとは思いますね。ただ前だけでエアコンを使ってたらいいんですけども、僕の場合はトリプルゾーンのフルオートエアコンではなくて、前がフルオートエアコンで後ろがクーラーという仕様のやつですね。アドバンストパッケージしか入れてないので、ですので後方はクーラーだけっていうことになるんですけども、前方クーラー入れて後方もクーラー入れるっていうことになると燃費はですねやっぱり悪くなっていきますね。そして後ろに乗ってる家族とかにですねクーラー入れなくても大丈夫って聞くと、クーラーがないと辛いと言いますね。ですので暖房の方はまだマシみたいなんですけども、この暑い時期にですね後方にクーラーがついてないっていうのは結構きついみたいですね。前に出した動画でも言ってるったと思うんですけども、金銭的に余裕があるのであればトリプルゾーンのフルオートエアコンを入れている方がやっぱりいいのかなと僕は個人的には思います。またですね、登りきる前に EV スイッチをオンにしておいてバッテリーの容量を減らしていきます。で、この先の下りに備えて燃費を伸ばしていこうと思います。このコースはですね、この先の下りで一気に燃費が伸びていくので、ここでバッテリーが減っていなかったらですね、これまでの検証が無駄になってしまうので、バッテリーはしっかりと減らしておきます。まもなく兵庫県に入ります。あと少しでゴールの方に到着っていうことになるんですけども、先日ですね土屋圭一さんの動画ですね更新されてて、土屋圭一さんがカメラに向かって視聴者さんって言ったらいいんですかね、ファンの方の質問に答えているっていう動画やってましたね。で、僕知らなかったんですけど、土屋圭一さんがこの RC 型のオデッセイに乗っているということなんですね。ガソリン車の方だと思うんですけども、そこでですね、オデッセイの良さなんかも、そんなに長い時間じゃなくてちょっとだけですけど語っておられてですね、なんかすごく嬉しかったですね。よかったら土屋圭一さんの動画も見てみてください。結構面白かったです。ということで燃費の結果は 18.0km パーリッターということになりました。実はですねこれ前回カメラを忘れて走行してて、カメラを忘れてたので動画を撮影できずにこの動画出せなかったんですけども、前回はもう少し気温が低くて雨でしたかね、
でその時にも計測してて、その時でだいたい 16.5km/L ぐらいだったので、やっぱり走行する環境によって燃費っていうのは大きく変わってくるのかなっていうのは思いますね。ただ燃費を完全に重視していこうと思ったら、 S モードを使うよりももう D のままでその流れに任せて運転している方が燃費は出やすいっていうことになりますね。まあ、10km 走って 1km/L ぐらいなんで、そんなめちゃくちゃ良くなるっていうことはないと思うんですけど、まあ、2回ほど走ってみてですね、2回とも S モードを使っていない時の方が燃費が出てるので、まあ、それを思うとやっぱり D で普通に運転してる方がいいのかなと、まあ、そういう感じですね。まあ、ただ S2 に入れてる方が下りの方はしっかりと回生ブレーキが効いて、まあ、走るのは楽だと思います。ですので、まあ、使いどころは考えないといけませんけども、まあ、燃費の方だけを見てみると S モードを使ったの方が多少燃費が悪かったということでした。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。